お疲れ様スラッです。今日はですね、こちらのロー蛍光ドリルオールメーカーやっていきます。さあ、というわけで、まあ何使おうかなと思ったんですけど、最近ちょっとね、文句が増えてるイメージがありました。まあロー蛍光対策、あとはまあ単純にロー蛍光じゃない文句が強いっていうところの文句がいるので、まあ、文句ホグ、文句何来た、文句ロイ、文句なんだろう、なんか文句いるんですよね。神器か、そう、文句神器いてみたいな感じなので、まあ今回泣いたらラバかな。テンプレのボムタワーの枠を今日はね、インフェにしてやっていこうと思います。たまたまラバ釣れたラッキー。まあ価値格とかではないんですけど、別にババ野郎がいるんでね、そこだけボムじゃない分ちょっと厄介みたいな感じかな。さあ、ラバルのディガーね、陸受け薄い相手ですよ。まあ両サイ攻めまくってみたいな感じが理想ではあるが、さあ、まあ確定嫌な目あるから、なんかロケコも出したいんですけど、まあここにはザップ、おお、完全無視はレア。さあ、まあこれはドリルだけ飛ばしてもいいかもね。でババもいないんで、まあもう一枚いってもよかったけど、この両サイ攻めね。おわあ、うわあ、ドリルってそんな無視されちゃうんですね。初知りです。で、まあ、これは遅れてインフェでいいかな、正直。しっかり確実にね、守りたいよっていう、この気持ち。で、まあ、一応出すけどね、みたいな。どうせ、矢の雨がね、そうなんです、惜しいね。まあでもこれで、まあ、ダメージ圧倒的に取ってるんで、俺の方がね、焦らない。まあボムじゃないんで、真ん中限界突破ババとかが嫌ぐらいね。さあ、せめてまあ3-2か、まあ、3-1で勝ちたい。だからこれから俺はどんだけ守れるかみたいなとこではあるよね。守れるかな、怪しいんだよねこれ守れるか怖いなと思いながら、うわ、すんごい特殊なラバの出方してんな、あれ。なんか嫌な角度で攻められそうだな。これせめてなんか早めにしばきたいよね。このババがね、やばいっすよね。いや、そう、それ、いや、しかもうまいのが、多分限界突破ロケコをしばきに来るんですよね。いや、でも、いやー、マジで、え、やばいやばい、キングが折れるんです。意味わからん、意味わからんてマジでやばいっしょ。試合内容が終わってるっしょ、ぶっちゃけ。まあこれが今の環境のラバ使いだし、まあ今の環境をね、物語ってると思うんですけど、まあまあ許容してたらタワー折れちゃったわ、あるあるなんでね。さあ、ラッキー勝利をかましながらの、まあ、レベル15に向けて、まあ、この辺もね、もらいながら、さあ、ちょっと勝って、2000ぐらいが今、世界16位、いいんじゃないんでしょうか。だいぶ調子いいんですよね。限界突破が強すぎて、限界突破が肌に合いすぎてて、限界突破いないと、限界突破いないクララはもう僕、忘れちゃったんでね、ちょっと限界突破のパワーで頑張っていきたいんですよね。さあ、来た、SK モルテン、今月のクララリーグ。世界大会、ナンバー2ですね。世界2位でしたね。さあ、まあ、モルテンは高回転でしょうから、文句とかがいない限りはボムの方がいいんですけども、まあ頑張りたいよね。ロイジャイ、ドリル、ウォールブレイカー、ホグ、迫撃、まあその辺でしょう。え、めちゃ珍しい。なんか一応なんか矢の雨ファイボトルネエリジャイみたいな、あ、モルテンでもミスするんだな、人間ですね、やっぱり。よかった、なんかね、ヤナーメンファイボ、いやマジで、何そのデッキみたいなデッキを使ってるバケモンがいるんですよね。でそれの可能性はある。ヤトルネファイボ、ゴルネイマズニックみたいな。限界突破はね、そんなエリジャイにはいなかったイメージがある。さあ、ボンバー、まあまあゆっくりね、焦らず行こうか。ゴルナイ
まあ、ドリルも最高 LGI 守れるんで、まあ、負け筋は後ろから来る何マザニクか分かんないけど、おお、あ、押してくるタイプね。さあしっかり釣って、え、釣れない、しかもこれゴルナイに行ってる、マジ良くない、良くなさすぎるダメージが、アホアホアホと思いながらも思ったより入ってない。さあ、おこれね、ヤナメか、そうなんですよね、ちょっと特殊なデッキすぎて、相手意外ときついみたいな、ないなんか序盤にしばく、おおー、ヤナメかましてもいいかったんですけど、まあ、いかんでもええか、はい、ババね、てかババいいんだ、エリジャイに、マジロイジャイだけはボコしたいみたいな。まあボンバイでサイクルなんで、まあ次はね、まあ、ほどほどにしたいよね。ここでもう1枚ぐらい、ちょっとうざい、いいねー、で多分ヤファイボなんで、ここも幸せのインフェ、あ、うまい、それやばい、やばいかな、それやばい、待って、やばい、え、なんこれ、お願い、嘘やん、今日あの酒飲んだからってことにして、でもいや、これやだめ、ウェイボー、マジたまたま、やばい、嘘やん、嘘やん、下手やん、これコメント欄でラテ下手じゃねって、おい、たまにあるやつやんけ、ふざけんなよ、38やん、モルテン、いや、まあこれは圧倒的勝ち試合、なぜ負けたのかは本当にわからん。さあアルファ、アルファはもうね、この辺になってくるとみんなデッキがね判明してるんです、ドリルです、でボンバーユーノスケみたいなドリルなんで、めっちゃデッキ似てます。ちなみにさあ拾いながらの見たいよね、ボンバー裂いたらしばきに行きたいかな俺は。お、来た、そんなこと言ったら、でこの言うのが意外と良かったり良かったりしない、いや受けむずいよこれ、いやめっちゃ綺麗やん、嘘やん、さあ綺麗に受けられる、まあ今回俺はでこのマッチやったな前、俺はねボンバーさえいなければドリルが刺さる、で相手はドリルロケがあるんですよね。さあまあゴース咲くとドリルが来るけど、ロケグウッドで耐えれそう、てかウッドもいらないかも、これもう咲いてるから攻めでボンバー結構チャンスで、イケイケどん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 ハッピータイム、いやーこれ綺麗なウッド来るな、絶対逆サイだったな、ん、お、汚ねえウッドだ、熱すぎ、これもう一回煽りからのグッドゲームキングロケットまで読める俺は。さあ海外版ファックスタンプです、さえグッドゲームかましていくいや気持ちいいねこれ、だいぶだいぶ気持ちよくなれる、前負けたんだよな、なんかドリルロケ綺麗にかまされて、いやーこのね、いや早くウッド転がせよっていうね、いやーでスケだけ、いやうまいな、そうなんですよね、いやでもゴースト、いやーしかもボンバー回されちゃうんでね、いやうまいんですよ、そうだから気抜いてると全然こっから負ける、まあでもこの上と下ね分散させてあげるとめちゃくちゃ強いよ、しかもこれインフェか、一旦インフェ置いてくる、置いてこない、うなんか増えるやつやん、あれ全然増えん、さあロケ投資かましちゃっていいよ別に、しかも延命されたいよね、されたい、いやーこれが入るのがロケ投資、いやしかもおるんかいっていうね、さあちょっと怖いんで確実に誘導しながらの、いやーオールブレイカーも強すぎー、いつまで散歩してんの、散歩しすぎー、グッドゲーム、よしよしよし、でも相手もマジでうまいかんな、そのそこだけはね間違いないんですけど、まあうまいと強いは別ですからね、よいし
今回強かったのは私ですよと。まあちょっと相性良さそうにも見えるが、さあ気持ちいい。ロケット推しの拡散でいけー。一応呪文がうっとしかないんで最後削れないんでね、このデッキの弱点はね。ナイス。さあまた来たラバちゃんです。これラバヤナメフリーズくんです。行きましょうか。まあラバさっきやったけど、お一発入りそう。いや惜しいね。なんだかんだ嫌なマッチではあるが、頑張ればね全然インフェだしね、相性特別悪くはなさそうですけど、まあこれにはヤかディガーが来ます。ディガーはさすがに召したい。これインフェを本気延命あるね。いいよ。で逆サイバルーンはドリルで守ります。いやこれそういう感じね。これその結構使ってるからフリーズまでいけないんですよ。よし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 、完璧すぎる。ドリル強で、これセパするとまたあいつのゴブリンサイクルになるんで、一回ゴーストだけでこれゴブリン囲んでくるんですよ。そこを読んでね、ウッド。違うやつが囲んできたやん。さあまあ金髪ババ一周目ってことね。まあゴブリンウォールブレーカーに使ってもらうか。そしたら陸がないんで結構頑張れる。これはでこれで一旦2本折ります。てか折れたらいいなっていう。ドリル奥にする理由がなかったか。でヤナメマ使ったんでディガーフリーズのサイクルですね。ディガーあんのかな。まあインフェは一応インフェでいいのかな。さあこのグッドゲームはちょっとわからんが、綺麗なフリーズ来る。いやでもロケコ寝てるけど強いね。えこれインフェなだけですげえ楽に戦えてる。インフェじゃないとちょっとだるい。これねババいるんですけど、まあ、使ってもねロケコがみたいなね拡散で。いやーこれ熱いね。もうインフェ先置きしちゃって、はい化け物来る。まあ、ロケコ本気で守るパターンもあるのかな。で、まあ、一応攻めるよね。ヤナメフリーズで飛んじゃうんですよね。いやーそう素晴らしい。俺の負け筋はこのままキングが折れることっす。ちょっとありそうだよ。いや嘘やん、こっから負けたら。本当にさすがに嘘って言ってほしい。怖すぎー。間に合わないよな。一応立てるけどね。一応ね。オッケー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 。まあボムでも全然戦えるんですけど、めちゃくちゃ攻めてね。インフェだとやっぱ楽に勝てるね。ラバ多いかんね、幸せですよね。よしよしよし、あっつマッチング早い。この人なんだったかな、わかんねえなデッキ。まあ今んとこラバには勝ってるからラバ引けると幸せって感じですけど、ラバ使いは一応この方もあるが少ないかな。さあゴブコウモリのアイスピーだったな。ああウォルペーカーっすね。ここにはまだウッドが来ると。これはね俺はあれにしたいね、ボムにしたいね。どう考えてもインフェルノタワー焦げるやん自分が。まあ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 むずいねこれも。まあ一旦耐えか、一旦耐えからの。なんか目指し動きすんね。まあ禁忌されるんでね、ついでに攻めちゃおうっていう。さあウォールブレーカーからのウッド、はいはいはい。さあこうなった時にまあきついな、どう見てもどう見てもきついよね。まあロケコで頑張れるか。てか相手もロケコいるっすねこのデッキはね。
そうだから俺も相手のロケコにだいぶ行かれるかもね。分かってても止まんないのがロケット押しなんで。さあアイスピー、アイスピーも強いよな最近ずっと。さあまあデフォロケコぐらいだったら許せる。え、なんか特殊な塩味きた。いやまあ普通に相性がきつすぎてこれやばいな。もうワンチャンをつかむなら崩していかないとね。ワンちゃん、おお、マジでなんかワンチャンありそう。いやでもそれは強いよねゴブリン。いやいい読みだね。お、なんかマジでワンチャンありそうなんだよ。さあそれちょっと早い。ロケコ残る。お、なんでワンチャンありそうなん。消えてもいい。さあこれは、お、惜しいね。え？嘘やん。ちょっと待って。え？え？いや全然頭回ってないんですけど、マジロケット押しアホだな。マジでそのやばい、頭の上がもう今ハテナだらけなんですけど、相手も序盤完璧すぎて鬼ペース持っていかれーの、あー無理だなと思いながらの、気づけばロケット押し。気づけばロケット押し。まあ両サイちょっと攻めてたのもね良かったかもね。いい感じに許容されたのを利用しての、なんかいいね、ウォールブレイカーもいてゴーストもいるのもいるから、右左こうすげえ触れまくるんですよね。それがいいとこで、え、また入れちゃいで、あ、これあれやん、モルテンのリベンジ。この人がてか、この人しかいないんですよ、入れちゃいはもう上に弱すぎて。さあもうトルネイヤーのアンファイブなんでインフェ最強なんですよ本気で。でこのサイクルはもうこれで終わってほしい。あーババいたの忘れてた、ごめんなさい。こんなことするやつがいるとね。あーババも気持ちいいだろうな今。中途半端じゃねえもんな、仲間全員で行かれる。さあまあでゴースト単品これ禁忌されるんで、一応言うのまで添えます。でインフェだけで守る、これが理想ですね。お、ああ、シャンチー受けね。いやーこれマジでどう考えても相性いいんですよ、本気で本気で本気で相性いいから、これに関してはマジで勝ちたい。相性すぎて、よいしょ。いやー来た、やばして。そうだって言って、この
最初にモルテンに負けた理由がわからない。もうモルテン補正かかってたよね、エリジェイのルート強制とかが。なんかあいつ言うこと聞かなかったもんね、俺のモルテンに従えてた。さあ、まあさすがの神相性って感じか。まあゆっくりユニット貯めて、ちょっと豪水ので竹取って、もうロケホでパッパ落とさせていただいて。いや、なんかインフェめっちゃ強いな。僕はすごいボム派だったんですけど、あの小物に対して勝ちにくくなるんで、圧倒的にホグとかついていけない。さあけどインフェだと、まあ、ホグ引いてないのもあるんですけどね、やっぱ大型、中型から大型に対して異常に勝ちやすくなります。さあ、世界6位、嘘やろ絶望から行きまくってます。さあ世界6位なので、ひょっこりはんはんできてないんですけど、まあ、次勝てば世界2位あります。嘘やろあります。これが限界突破ドリームです、皆さん。おー、来た。あー、ネクサスはなんか元はクロススカイなんですけど、なんかね、トルネドリルファイボ、まあ、ラバ対策のインフェファイボみたいなやつも使ってて、ロイジャイライトも使っててみたいな感じっすね。まあ、ちょっと仕掛けちゃう序盤ね、やりすぎやろっていうぐらい、意外とこういうのが良かったり。あー、まあ、トルネがうまい族っすね。トルネクロスの民なんで。いや、でも言うのは走っちゃうけどね。よし、でかいでかいです。ニヤニヤしてます私今。いや、しかも相手これファイボなんで、だいぶいいぞ、だいぶ相性いいぞ。知らんけど、まあそうやって俺勝ったかなみたいな思ってる時はよく負けるんで最初のモルテンみたいに。うおー、ちょっと待って、すげえ。いやー、うまいね。いや、ボコボコに行かれる。ほら、あんな余裕こいてたから綺麗に完封されちゃって。いや、でもこの受けないんじゃない、オールブレイカー受けとかかな。オールブレイカーいない、いるよね。いやー、クリスソン、まあウッドあるからね、ウッド使わせるっていう意味では悪いなんですけども、ふう、落ち着いていこうかしら。いや、勝ちたいね。ファイボもトルネもあります。いやー、いいよ。まあ手前からの攻めウッドちょっと見えるっすね。マイティゴブリンあるんで。いやー、気持ちいい転がり方。タワーにたくさん、ちょっとこれ言うの抜けないです。続きました、トルネか。いやー、いいファイボすぎる。え、てかウッドない、ん、なんか大丈夫そう、さっきから相性めっちゃ良さそうな顔してるけど。で、これロケコいっちゃおうぜ。インフェかな。いやー、まあまあまあ、ちょっとうざいやろ。おお、よしよし。で、ここに来てインフェで、あのしっかりキング起動していくっていう、このよし。いや、逆サイやばい、待って、嘘って言ってほしいぐらい逆サイ入ってる。やっぱ気抜いてるやつはね、こうやって負けるんですよ。なんかユウのすげえ動きしてんな、あんた。これゴブに裂いたんで、ドリル攻めて、まあ警戒されてもいいよね、仕方ない。いやー、全然嫌な流れだな。端前ドリル、トルネで剥がしもある。あー、逆ね。いやー、うまいね。あ、でも受けがない、でかい。しかもこれ読めないだろ。読めるんですよね、すごいね。いや、でも入るんですよね、すごいね。6個、いや、ゴブリン絶対ウッドがないもんね。あー、ウッドあったわ。
今さら？ちょっとやだな。攻めちゃおう。その行くしかない。ウッドのダメージってやばい。77とかだったな。うわー、なんて言うの、かわいすぎるだろう。結婚してくれ俺と。あの走りよ。え、待って、嘘だろ。世界2位来ました。ひょっこりはんじゃねえ。ゴリゴリ出てる。え嘘やろ。はい、こちらのデッキ世界2位行きます。皆さんぜひ使ってみてください。あー、疲れたんです。